矢田部敦史と佐々木千晃のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さん今回もよろしくお願いいたします。女優の佐々木千晃です。さてこのファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり共有していこうよというコンセプトが元になっている番組です。聞いていただいている皆さんに、この月2回なんですが楽しみになっていただけるような、そんな番組にしていただきたいと思っております。補足説明させていただきますとですね、この番組ではトレンド研究、独自の流行ムーブメント分析、そしてマーケティングの処方などについてですね、身近なテーマなどの実例を挙げていきながら進めてまいります。私佐々木千晃もですね、一応マーケティング初心者代表といたしまして、皆さんと一緒に勉強していければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、繰り返し申し上げてしまって恐縮なんですが、マーケティングという言葉を聞くとすごく難しいなって思ってしまうかもしれませんが、このマーケティング自体がですね、ラジオを聞いている皆さん、つまり消費者の皆さんとですね共存して成り立っているものであると思っております。どうか肩の力を抜いて日頃の生活の中でマーケティングというものを考えるきっかけになっていただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それではまずは矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職された後、2013年にファントレ株式会社を創立。ウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発。動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。そしてこの番組ではですね、なかなかのイケメンであると同時にお忙しい中、お二人のお嬢さんの保育園への通園欠かさない、実はイクメンでもいらっしゃいます。いつも素晴らしい紹介ありがとうございます。イケメンかどうかはこればっかりは皆様次第では、皆様の気持ち次第ではあると思うんですが、少なくともですねイクメンと、呼んでいただけるように、仕事の方も生活の方も頑張っていきたいと思っております。そしてですね、私佐々木千晃は日頃はドラマや映画に出演させていただいております。でその他現在佐藤製薬様、リゾン様、他 CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれ、そしてこのファントレタイムでレギュラーパーソナリティも務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めのコーナーはトレンド準備室のコーナー。このコーナーは今後広く一般的に活用されたりムーブメントが起こりそうな商品や商材、システムなどについて、矢田部さん独自のニュースソースの中からですね、情報収集に基づいてご紹介いただくコーナーです。さて今回ご紹介いただけるものはどういったものなんでしょうか。はい、本日はですね、はい、オンライン会議とか、はい、テレワーク、そういったものがどんどん伸びているよと、増えているよということをお話ししたいと思います。オンライン会議ですか。はい、はい、皆さんもですね、一緒に一つの場所に集まってする会議を、普通の会議、会社の会議とかあるとすると、それをですねインターネットのテレビ電話とかを使ったり、オンラインで、する会議が増えてきたと思います。はい、そういったものをですねオンライン会議とか、テレワークと呼ぶんですが、実はですねこれがどんどん増えていく背景にはですね、はい、もちろんインターネットのこう普及とともにですね、そういったツールがたくさん増えているという、事実があります。そうなんですか。はい、もしかしたらご存知の方もですね、はい、知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、スカイプ、聞いたことはありますよ、ね、はい、これがオンライン通話のツールになりますが、はい、スカイプみたいな、こういうツールがどんどん増えておりまして、例えばズームというズームっていうんですね、はい、ZOOM と書いてズームという、これはオンラインツールの、オンライン会議をするためのツールになりまして、アメリカから来たものなんですけど、はい、すごくもう一気に普及しまして、そうなんですか。はい、ズームなんかはですね、はい、100人が同じオンライン会議の中に入れると、そんなに。そうなんです。とても軽くて便利、はい、いろんな機能もついていて、みんなで手を挙げたい人が手を挙げたりですね、はい、100人いたら10人ずつの部屋に区切って、小さい会議を始めることができるなど、いろんな会議のツール
すごいですね。はい。でこれがですね、こういったオンライン会議が増えるとともにですね、はい、今度は学校もオンラインだけでやっちゃおうみたいなものも増えてるんですね。学校オンラインでですか？はい。例えばですね、はい、N 高等学校。N 高等学校、はいはい、N 高等学校、これはですね、はい、角川が主催しているもので、はい、もう本当にオンラインで学校の授業が受けられて、はい、で高校の資格まで、卒業資格まで得ることができるという学校です。そんなことができちゃうんですか？はい、もう学校にね、行かなくても高校は卒業できるんだっていうことをですね、角川さんも歌っておりまして、はい、まあ、そういったものを作って大人気ですね。でその後最近堀江門さんが主催しているゼロ高等学校というのも出てきまして、はい、これ通称ゼロ高というんですけど、ゼロ高かっこいいですね、はい、これもですね、はい、やはり卒業すると高等学校の卒業資格が得ることができまして、はい、まあ、今はもう授業をただ受けているだけではなくて、どん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 実践して、行動していく先に本当の学びがあるんだと。なるほど。学校のスタイルを取っているんですね。先ほどそのテレワークっていう言葉がね、はい、出てきたと思うんですけれども、うん、そのテレフォンとか、うん、そのテレビとかそういうことではないんですね。テレのテレというのは、はい、テレというものはですね、はい、通称をトークという、まあ、直訳すると、英語の直訳をするとトークという意味がありまして、はい、で意訳すると、まあ、離れているっていうようなイメージになるんですけど、まあ離れていてできるからテレワーク、離れていても仕事ができるのでテレワークと。あ、だからテレフォン。テレフォンもそうですね。ああ、そうなんですね。話できるということでテレフォン。ああ、だからその 高校もテレで離れてても学校で授業を受けられているようになるということですよね。その通りですね。そんなことまで今できちゃうんですか？はい、もうテレの時代で、まあもう本当に離れていてもいろんな人がつながれる時代になっているんだよというのが、特徴になっています。なるほど。弊社もですね、マーケティングカレッジ、マーケティングを学べる学校というのをやっているんですが、はい、これも本当にまさしくテレ、まあ、オンラインだけで、授業を受けることができるというそういった学校になっています。そうなんですか。はい、なので校舎がなくてですね、はい、皆さん自宅で受けていただいて、で将来的にはですね、はい、VR、バーチャルリアリティというんですが、これは日本語にすると仮想現実空間、はい、仮想現実空間の中に、授業のできる教室を作ってですね、はい、いろんな場所から、例えば東京とか沖縄とか海外から一つの教室にみんな仮想現実空間に入ってきていただいて授業を受けられる、そんな時代がもうすぐ目の前にあるよと。すごいですね。すごい時代になりましたね。いや、もう本当にすごいばっかりなんですけど、なかなかね、こう仮想現実でお隣の、ね、方の顔を見れたりとかね、そうですね、できちゃったらこれまたすごいですね。すごく遠くに離れてても同じ場所でね、授業を一緒に受けられる、そんな時代が来ると思います。なるほど。いや、今回はですね、オンライン会議ということで、なかなかね、こう私たち日常生活でオンライン会議っていうのに出会うことはないんですけれども、はい、今こんなに発達していてね、高等学校まであるということを本日お話しいただきまして、はい、非常に興味深いお話でございました。ありがとうございます。参考になれば幸いです。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。このコーナー発信のものが今後トレンドになっていけば、まさに準備室だと思っております。以上、トレンド準備室のコーナーでした。続いてのコーナーは、お菓子懐かし流行通信ということで、同世代の私と矢田部さんが最初に流行、トレンドに触れた1980年代後半から遡っていって、その年起こった出来事や流行にタイムスリップしながら、現代の流行や世相と比較するプチ温故知新のコーナーです。はい、いよいよ令和時代も無事始まりまして1ヶ月経っておりますが、はい、ね、変わりましたね。はい、まだまだこのコーナーどんどん1990年代平成をですね、振り返っていきたいと思っております。はい、はい、平成に入ってきましたね。はい、うん、今回はですね、1993年平成5年の主だった出来事からご紹介させていただきます。はい、はい、まず大相撲で曙太郎が史上初の外国人横綱となりました。そして福岡ドームの完成、うん、そして J リーグが開幕したのもこの年です、うん、はい、で政治では、衆院総選挙で自由民主党と日本社会党が敗北、うん、そして55年体制の終結、
非自民、非共産の細川、森博内閣の成立です。そしてレインボーブリッジが開通したのもこの年です。そして法隆寺、姫路城、屋久島、白神山地が日本で初めての世界遺産に登録されました、はい、そしてですね、ヨーロッパで欧州連合 EU が発足しました、この頃だったんです ね、そしてビル・クリントンがアメリカ合衆国大統領に就任したのもこの年です、はい、続いてはですね、1993年の主だった日経ヒット番付に沿ってお話ししていきたいと思います、はい、まあ、私たち小学校3年生くらい、だったと思うんですけれども、ね、割とね、こう学校でもブームになりつつあるものとかあったんじゃないかななんてね、そうですね、思いながらね、お話をしていきたい。ちょうどブームに敏感な時期だったかもしれませんね。はい、1993年日経ヒット番付なんですが、まず横綱から小結びのところからいきますと、はい、J リーググッズ、あー、J リーグがね、開幕して、はいはい、もうみんな J リーググッズ持ってね、持ってましたよね、はい、あのチームマスコットのね、キャラクターのね、今持ってました ね、ステッカーとか、はい、男の子たち持ってましたね。うん、これもやっぱり僕もサッカー部だったので、やっぱりこうみんなね、はい、持ってるシューズがどうだとか、あのレガースっていうすね当てがどうだとかまあそういうのでね、自慢し合ってましたね。やっぱそうですよね、すごく気になるところですもんね。次に、セービングというですね、ダイエーのプライベートブランドができました。うん、あとはセーラムアール、はい、はい、セーラムアール、難しいな。人気ですね。はい、そしてアウトレット、これ日本初めてのアウトレットがですね、はい、できたんですって。あ、そうなんですね。もう今じゃね、もうどこ行っても本当に混んでて。はい、あ、でもこの頃に始まって。ってことなんです。ずっとヒットしてるんですね。そうですね。すごいですね。どんどんね、うん、増えてますもんね、はいはい。あとは格安パックツアー。あとはジュラシックパーク。はあ、ジュラシックパーク、はい。ご覧になられたことありますか。あ、もちろん見たことありますね。ありますか。はい、結構衝撃的な。そうですね。ちょっと子供ながらにちょっと怖いなと思いながら見たのを覚えています。すごいですよね。はい。あとはそうですね、マディソン郡の橋という、まあ、あの米国アメリカの翻訳小説とか、美女と野獣、美女と野獣ですね、ディズニー映画ですね。これは何回も見たようなイメージが。あ、本当ですか。もしかしたら娘が見てるので、それでまたさらにね、そうですよね、ずっとヒットしてますもんね、これもね。もう歴史を感じさせない、いつ見ても美女と野獣とやっぱり ね、変わらない、はい、素晴らしいです。そしてジュリアナ現象、ジュリアナ現象、はい、ジュリアナ現象はちょっと私は結構田舎の育ちなので、なかなかこうね、あの私もそうですね、あのね、こうちょっと都会で流行っているんだなという感じしかね、怒ってたんでしょうね、怒ってたんでしょうね、はい。で続いて前頭なんですが、はい、まあ、磯野家の謎というね、うん、本が大ヒット、はい、大ヒットしたそうで、はい、うん、今でこそなんとかの謎っていう、まあ、アニメとかにね、うん、の謎本が結構出てますけど、はい、これ初めて出た走りの本ということですね。当時ね、200万部大ベストセラーということで、すごいですね。はい、なるほど、磯野家の謎ね、結構ね、たくさん出てきそうですね。そうですね、はい、はい、僕は理系だったので、まあ、本当にこういう理論攻めといいますか、そういうのも大好きなんですよね。本当ですか。はい、もうこことここはどういう数字で成り立ってんだろうとか考えちゃうんですけど、はい、まあ、その頃からそういう人たちはいっぱいいたと。そういうことです ね、気になりましたもんね、うん、はい。あとは高校教師というドラマですね、うん、あとは Windows 3.1、 これはどうですか、小学校3年生の時意識してましたか。なんとなくパソコンがなんか Windows ってのを聞いてたぐらいですね。あ、そうですよね。あとは、ガスト、はい、ね、今でこそ当たり前のね、ね、もうたくさんありますけれども、うん、この年にできたそうで、まあ、価格帯がすごくこうお安くなった、なるほど、ということで、まあ、皆さん来やすくなった、うん、で、あのセルフサービスとかドリンクバーとか、うんうんうん、この辺りから始まったらしいですね。それはすごいですよね。ドリンクバーって言ったら本当に嬉しかったですもんね、うん、ねえ、なんか自分でね、飲み放題だと。そうですよ、すごいね、何回も何回も次に行って、行ってましたよね、飲んでね、ご飯が食べられないっていう、はい、そうですね、あるあるですよね、あるあるでしたね、これね、はい。あとはまあ屋台村とかね、はい、
あと食べ放題、飲み放題、はい、まあ、これもねセルフで安くたくさん食べれるっていうね、はい、これもね大好きで、僕食べ放題の本当に好きで行きましたか。行きました。もう本当にねみんな元取ろうっていうのでなんか、はい、そうそうそうです、食べちゃうんですよね。そうなんですよ。僕はもう一緒に行った友達の分まで元取れますんですごい、本当にたくさん食べるんでめちゃめちゃ食べますね。ですね、うん、あとは形状記憶ワイシャツ、はい、はい、ね、今でこそ当たり前ですが、うん、ね、この年にできたんだ、なくてはならないですね、はい、あとはポケベルとかね、うん、はい、ポケベルね、ポケベル、まあそういうね、あとマグヌードルっていう日清食品が出しているマグカップに入ってるヌードル、はい、ちょっとおしゃれな ね、 おしゃれなねありましたね。ですよね、うん、ね、本当にいろんなことが、まあ、少しずつ少しずつ今に近づいているというか、うん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 、今を形作っている、まあね、走りという言葉ですかね、はい、うん、のところがたくさん出来上がって出てきたんだなというふうな印象を受けました。はい、はい、でこの年なんですが、うん、まあ、音楽そしてドラマ、うん、まあ、あとアニメとかもね、うんうん、結構いろんな面白いものが出てきたので、ちょっとなんかあの男性対女性ということ で、 そうです、ね、あの何か気になったものとかありますか、ドラマアニメ、はい、漫画含めて。ま、そうですね、僕なんかはやっぱりまだまだドラマを見るほどのなんて言うんでしょうね、はい、もしかしたらもうちょっと幼かったのか漫画ばっかり見てて、はい、この中で言うとやっぱスラムダンク、あ、スラムダンク、はい、はい、もうスラムダンクもうゴールしか見えない、ね、何度もそれをこう体育の時間にね真似してやると、はい、はい、あとは青木伝説シュート、お、ね、これはサッカーですか。サッカーなんですけど本当にこれも面白くて、はい、まあ、やっぱりこう努力して、まあ、上手になっていくっていうところとかも含めてですね、楽しい、お、好き、なるほど、どうですか、やっぱりまあスポーツね興味ありますよね、男の子なんでね、はい、うん、私はそうですね、結構もうドラマがとにかく好きで、うんうんうん、まあ、結構小学校3年生なので結構早めに寝なきゃいけないんですけれども、はい、結構遅い時間帯まであのドラマを見てまして、まあ、特に覚えてるのが一つ屋根の下、あ、一つ屋根の下、はい、これはもうよく見てましたね、はい、あ、見られてましたか、はい、ご覧になってますか、はい、一つ屋根の下、多分僕は再放送だと思うんですけど、はい、ね、やっぱりね、はい、あの衝撃的 な、うん、なんか本当に、ま、ギリギリこう理解できるぐらいのまだ年なんですけど、うん、なんかすごいことになってるなみたいな、そうですね、なんとなく理解しながら見てた感じですよ ね、 すね、女性の方がもしかしたらねここら辺はもうしっかりこう意味も理解して、うん、まあ若干でしょうけどね、はい、はい、あとはアスナロ白書、もうね恋愛ドラマも見てましたよ、小学校3年生でしたけど、これはもう楽しいですねもうはい、ということでね、あの本当にまああの小学校3年生ってね、いろんなものを見聞きして、ね、そうですね、トレンドにどんどんこう近づいていこうという、ね、せて時期だったりも ね、 ね、 来たりね、しますもんね、はい、ということで今回は、はい、1993年についてですね、いろいろお話しさせていただきました。楽しかったです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。以上、おかし懐かし流行通信のコーナーでした。改めまして、この番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはこんなところにサクセスの種。このコーナーは矢田部さんの会社ファントレ株式会社さんがコンサルティングを手掛けてこられたいろいろな成功例などについてリポートしていただくコーナーです、うん、はい、さあ今回はどういった業種の会社様のケースについてご紹介いただけるんでしょうか。はい、今回はですね、はい、一般社団法人日本栄養バランスダイエット協会さんというですね、はい、協会さんがありまして、こちらの協会さんはですね、ま、栄養を しっかりとって美しく綺麗に痩せていこうということをですね、世の中に広めている協会さんでした。おー、はい、なるほど。でこれはですね、代表理事の方がですね、はい、自分自身が綺麗にあの 無理なダイエットとかですね、うん、あのそういう不健康なダイエットではなくて、本当に栄養を日本の厚生労働省がおすすめする日本の栄養素をしっかりとるとグッと痩せてくるよというですね、こういった理論をしっかり固められまして、はい、それを世の中に広めたいということでご相談がありました。あ、なるほど。なんかそのすごいですね、もうそれをそもそも始めていらっしゃって。そうですね、うん、はい、もうすでにやはり何か広めたいものがあって、はい、だけどいきなりね、まあ、隣の人にそれを勧めていっても、うん、なかなか興味が持ってもらえないので、どうやったらこれを、まあ、
世の中に広めていろんな方に試してもらえるだろうということをですねご相談を受けました。はい、はい、で実際にですね、はい、名前をまずキャッチーにするためにモデル体型ダイエットという名前にしました。惹かれますね。とそうですね、はい、このコンセプトはですねやっぱり美しく健康に痩せるなので、はい、まあ、急激にガッと痩せるとかでもなく、うん、無理して痩せるだけでもなく、はい、今より美しくなりながら痩せるとうーんいうことでですね、はい、名付けましてモデル体型ダイエット、はい、でこれ自体はですね本当に、ま、作戦通りといいますか、本当、ま、綺麗なもうすでに綺麗な人で、はい、まあちょこっとだけぽっちゃりしてるかなとかですね、まあうんうん、さらに綺麗に痩せたいという方がですね、たくさんいらっしゃってくださって人気になっていったんですが、はいはい、ここでですね大きな転換点がありまして先ほどちょっと お伝えしたオンライン化、はい、これをですね試してみようということになりました。そうなんですね、はい、オンラインでできるダイエットがあったら、はい、もっとお客さん増えるんじゃないかなということでですねオンライン化を進めていきました。これはですね面白くて、はい、まず痩せ、まあ、に栄養の取り方ご飯の食べ方を動画で送ります、はい、でご自宅で動画で学んでもらって、はい、で実際にですね食べたものとか、まあ、その日の体重とかをアプリに記録していってもらいます、はい、アプリですねインターネットのアプリを使って記録 していってもらって実際の食事のアドバイスとか、まあ、ダイエット中のアドバイスはチャットで全部インストラクターさんがやっていくと。はい、そうするとですね痩せたい方はですね自宅にいながらダイエットができると。あらまあ、これはですね実はすごくヒットしまして、はい、理由としましては痩せてる最中をみんなに見られたくないんですね。わかります。そんな一生懸命痩せてるっていうところをですね見られたくない、こっそり痩せたいという女性がですね、はい、実はこれをまあこっそり買って自宅でしっかり痩せていくと。なるほど。なのでモデル体型ダイエットのオンラインがですね、はい、今ものすごく人気になっているというような形になってます。そうだったんですね、はい、こうなかなかこう、ね、ダイエットをオンラインでやっぱりなかなかこう思いつかないと思うんですよ、うん、一般の私たちとかはね、はい、でやっぱこうさっきおっしゃってたように見られたくないんですよ。ダイエットって頑張ってる姿ちょっと見られたくない。そうですよね、っていうのはすごく今響きましたね。ああそうですか、ありがとうございます。はい、もうまさにですねダイエットが流行っていて、うん、オンラインの波が来ているっていうのが僕の中にもあったので、はい、あじゃあこれつなげて新しいダイエット作っちゃおうということでですね一緒に開発してそれが、はい、まあうまく時流に乗ったということで僕らも本当に嬉しく思ってます。なるほど、こう、ね、皆さんねアイデアもしねありましたら、うん、まあ、矢田部さんそしてファントレさんに相談しちゃうとこんなねものすごいことになるかもしれないということで、はい、ね、相談ご相談していただければはい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、皆さんいかがだったでしょうか。以上こんなところにサクセスの種でした。皆さん、なんともエンディングのお時間が迫ってまいりました。このファントレタイムは毎月第2第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さんから一言お願いいたします。はい、私もですねだんだん肩の力を抜いて、お話ができるようになってきたかなとちょっと嬉しく思っております。皆さんのですね、まあ、こういったことが聞きたいよとかこういったことが知りたいよっていうことがありましたらですね、ぜひご感想とともに送っていただけると私たちもなんか話す、内容がですねどんどん充実していくかなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひね宛先の方をお伝えいたしますので皆様ご意見等をですね、はい、お送りいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイムまでお待ちいたしております。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。